また今日も悲しくない話をしよう。1年の時初めてお付き合いした女の子と芹沢優さんに特別ゲストにお越しいただきました。いらっしゃい、いらっしゃい、どうぞどうぞ。芹沢優と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、不思議な絵ですね。不思議なってかもう光栄すぎてもう打ち震えてるんです打ち震えてもっと何があったんですか。もっとないの。ないの。実際は完全にある流れだったちょっとある話じゃなかったどうかな。おお、結構接戦。結構接戦ね。そうなんだ。Amen.
林くんじゃないですか。こんばんは。あのパトスって曲は、うん、歌詞の中で全然パトスっぽいことを直接歌ってなくて、にもかかわらずパトスっていうタイトルが、まあ、今年は本当にいろんなことがあって、オンラインライブで1年を締めくくりにあたって、もこうそれをまとめ上げるような曲にしたい、うん、でタイトルはエトス、うん、どうすりゃいいの。君が世界だと気づいた日から僕の大地は回り始めたっていう詩で始まるんですよ、はい、もうそれを聞いた瞬間に、はあ、これはやられたというか、なんかそれだけでもそれが全部じゃんみたいな。今日のオンラインライブのタイトル曲を聴いていただきたいと思います。エトス。
歌でしたよね。皆さんメリークリスマス。そして良いお年をお迎えください。ありがとうございます。